レイチェル・プラッテンはアメリカのシンガーソングライター。2015年リリースのファイトソングのヒットで知られる。5歳からピアノを学び、高校でギターを始める。トリニティ・カレッジ時代にアカペラグループに所属し、2003年にデビューアルバムトラスト・イン・ミーをリリース。2011年にはセカンドアルバムとしてビー・ヒアをリリース。このアルバムからのシングルが ビルボードのアダルトトップ40で24位を記録し、彼女にとって初のランクイン作品となった。2012年にはコロンビアレコードと契約し、2015年にシングル、ファイトソングをリリース。このシングルは、アメリカの人気歌手テイラー、スウィフトなどからの指示も手伝い240万枚以上を売り上げ、全米ビルボードホット100で6位、全英1位、オーストラリアで2位。 日本でもジャパンホット100で9位を記録するなど世界各国で大ヒットとなった。またこの曲はアメリカの政治家ヒラリー・クリントンの2016年アメリカ合衆国大統領選挙でのキャンペーンでしばしば使われている。プロ野球の内川誠一、板山雄太郎などが登場曲として使用し2019年の TBS ドラマ グッドワイフの番組宣伝 CM ソングにも使われている。2015年11月にコロンビアからの2作目のシングル、スタンドバイユー u を発表。このシングルも前作までとはいかないものの、アメリカで100万枚、オーストラリアで7万枚とヒット作となる。2016年1月にはサードアルバム、ワイルドファイアをリリース。アメリカで50万枚以上を売り上げるなど成功を収める。 またこの作品は後に日本版もリリースされ、オリコン週間アルバムランキングで38位を記録した。また、同年4月には、初来日し、スッキリ、など多くのメディアに登場した。メジャーリーグの2016年のワールドシリーズ第一戦の試合前に国家聖唱を行った。2010年に一般人の男性、ケビン・ラザンと結婚。 2019年1月26日に女の子を出産した。2016年2017年。ありがとうございます。